スプロケットの Google クラウド全移行 DynamoDB からクラウドスパナーへと題しましてスプロケットの山下が発表させていただきます本セッションのアジェンダです本日はこの流れに沿って弊社の DynamoDB からスパナーへの移行プロジェクトを紹介できればと思いますでは初めにイントロダクションとして自己紹介と会社紹介をさせていただきます初めに自己紹介です 山下博人と申します2021年8月に株式会社スプロケットへ入社しましたちょうど昨日で4年目となりましたバックエンドエンジニアインフラエンジニアとしてプロダクトの開発に従事しておりますバックエンドでは語言語やタイプスクリプトを利用したアプリ開発インフラでは Google クラウドや AWS を利用した構築の方を主に担当しております 続いて会社紹介です株式会社スプロケットでは CX 改善プラットフォームスプロケットの開発運用を行っておりますまたスプロケットを活用したコンサルティングサービスの提供のほうも行っておりますプロダクトについても軽く説明させていただきますスプロケットは理想的な顧客体験 CX カスタマーエクスペリエンスですね こちらを創出するサービスになっていますスプロケットを導入することで、えー、ホームページを訪れるユーザーお客様のデータを収集することができますそしてそのデータを解析してお客様のことを深く理解し、えー、ニーズに沿った最適なコミュニケーションを、えー、ウェブ上で実現しますスプロケットが提供する具体的な機能の一部がこちらとなります、えー、まずは接客機能です ウェブページ上にポップアッププアを表示すすることで接客機能を提供します皆さんも普段ウ Web ページを利用している際にポップアップが出てきて操作を助けてくれるといったような経験があるかもしれませんが、まあ、それはスプロケットが出しているものかもしれません。続,けてあ続いてターゲティングです。こちらはユーザーの属性や行動に応じて接客を出し分けることができる機能となっています。 例えば EC サイトを例に挙げるとえそのホームページに初めて訪れたユーザーに対してはえチュートリアルのようなえサイトの説明を補助するポップアップを出すえ購入実績のあるお得意様のようなユーザーに対してはクーポンを配信するといったえ属性に応じた接客ができますまたえーカートにアイテムが追加されたタイミングで他アイテムのレコメンドをしたりとかえ送料の案内をしたりといった えー、ユーザーザの行動にに応じた接客も可能能でですす最後に分析機能ですサ,イト内のサイト内のユーザーの反応を分析することで、えー、顧客体験のさらなる改善に活用することができます例えば、えー、同じユーザー群に対して異なるポップアップを出して、えー、結果を分析するといった AB テストを実施するようなこともできます。 それではスパナー移行の本題に入っていきたいと思いますはじめに移行の背景と課題についてお話しします背景ですスプロゲットではユーザーがウェブサイト内でどのような行動を取ったかというデータを収集してデータベース管理しておりますこのデータは行動データと呼んでおりまして本セッション内でもこちらの名前を利用させていただきます コードデータの具体例を挙げると、クライアントのウェブサイトを訪れた A さんが商品の1番を購入した、B さんが商品2番での詳細ページを閲覧した、C さんがスプロケットで出したポップアップをクリックしたといったようなものがあります。こちらは先ほど紹介したターゲティング、ユーザーに最適な接客を提供するために重要な要素と。 なっています行動データは、えー、詳細なターゲティングを行うために、えー、多数のレコードを記録するため、えー、合計数十テラバイトと膨大なデータ量になっております、えー、この行動データを処理データベース管理するアーキテクチャを説明します、えー、移行前のアーキテクチャがこちらとなります、えー、AWS と Google クラウドのマルチクラウド構成となっています まずユーザーからのアクセスデータを ALB を介して EC2 で変換処理を行いますそして EC2 から DynamoDB へ書き込みを行い行動データを DynamoDB に蓄積する仕組みとなっていますこちらの下の方ですねこちらに格納された行動データはポップアップの表示などリアルタイムの接客の用途に利用しています また同時にビッグクエリへの書き込みも行っておりましてこちらは分析用途で用いています。行動データはこの2つのデータストレージサービスで管理しているのですが今回の主題はこの下のこちらですね接客用の方となります移行前のアーキテクチャで利用していた DynamoDB に関する紹介です。 ダイナモ db はサーバレスフルマネージドのノン sql データベースサービスとなります。キーバリュー形式でデータを管理しています。え、スプロケットでは高速な応答速度高い可用性からこちらを採用していました。ポップアップを表示させる際にタイムラグがあると、顧客体験の改善の効果が下がったり効果の正確な計測ができなかったりすることなどから特に応答。速度は。 高いパフォーマンスが求められていましたまたスプロケットで DynamoDB を採用したのは10年ほど前になります当時求められる要件を満たすようなデータベースサービスが他になかったというのも、えー、DynamoDB を採用した要因となります DynamoDB を10年ほど使い続けてきたのですが、えー、サービスの成長とともに課題も出てきました 一番大きな問題はインフラコストとなります。DynamoDB のコスト体系は主にデータの書き込み量、読み込み量とストレージ料金の合計になります。スプロケットは DynamoDB への書き込み、読み込みデータ量が多いシステムです。そのためインフラコストの高さが課題となっていました。 DynamoDB のコストがプラットフォーム全体のインフラコストの3割ほども占めており優先して削減したい項目でしたまたメンテナンスコストの高さも課題と感じていました DynamoDB はノー SQL であるため SQL が利用できず調査や復旧の難易度が高いと感じます以前機能の回収によりバグが混入してしまった際に 一部の行動データが正確に処理されないということがありましたその際の影響調査やデータ復旧にかなり苦戦したという苦い経験がありますはいこれらの課題解決に向けた POC の取り組みの説明を行います初めに POC の体制の紹介です Google クラウド様 GEN 様の主導で POC を 実施しました弊社からは私と CTO の2名体制で検証を実施しましたスケジュールです POC は昨年4月から開始しています技術選定の後技術検証の実施を行いました行動データ処理機能の改修およびパフォーマンス検証そしてデータ移行の 2種類の検証を実施した後実現が可能であると判断して今年の2月に POC が終了しましたそれぞれの取り組みの詳細について後のスライドで紹介いたしますまずは技術選定です先ほどのアーキテクチャや課題のような内容を弊社から説明した後 Google クラウド様 GNN 様の方で技術選定を行っていただきました 選定ではクラウドスパナーを提案いただきましたスパナーの代表の特徴としてこちらに3つ挙げております1つ目はスケーラビリティです柔軟で高速なスケーリングが可能となっています2つ目はデータベースの特性ですアシッド特性を持っており高い外部整合性があります、SQL、の実行も可能で リレーショナルデータベースのような特性を持ちます。リレーショナルデータベースと NoSQL のいいところ取りをしたような印象を受けました。三つ目は公開要請です。SLA は five eleven となっています。またフル,マネジフルマネージドサービスでメンテナンスが必要ないのもメリットです。弊社ではこちらの四つの観点からスパナーを採用することとなりました。 まずはシステム要件です。現状と同等以上のパフォーマンスが見込まれサービスの提供に問題ないと判断しました。またフルマネージドサービスであること、可用性の観点も選定条件でしたがいずれもクリアしました。そして課題に挙げたインフラコストです。スパナーの課金体系は主にストレージ容量とコンピューティング容量の合計になります。そのため読みか 読み込み書き込みデータ量や回数に依存せずデータのやり取りが多いスプロケットには適していましたコスト算出の結果高い削減効果が見込まれました3つ目はメンテナンスコストです SQL が実行可能であることからメンテナンスの効率化が期待できます最後にビッグクエリとの連携のしやすさです行動データの分析目的としてビッグクエリを 利用しているのですが、まあそちらと将来的な連携の方を検討しております。えー、移行後のアーキテクチャの紹介です。こちらはえっとシンプルに先ほどえっと DynamoDB だった下の部分がクラウドスパナーへ置き換わった形となります。こちらですね。 はい、技術検証の詳細です。まずは行動データ処理機能の改修とパフォーマンスの検証です。データベースの変更や他クラウドをまたぐことから処理機能のパフォーマンスの方に懸念がありまして POC の中で検証を実施することとなりました。選定時にはシステム要件では問題ないと判断したのですが、まあ、実際想定通りのパフォーマンスが出るかというのは検証しておく必要があ,りますあると。 判断しましたで結論としましては今回のケースでは問題ありませんでした実際に本番環境で動いているデータ量の数倍で検証を行ったのですが問題なくパフォーマンスが出ることが確認できましたも、えー、ともとは特にクラウドまたぎになる点に懸念を持っておりまして、えー、必要であれば Google Cloud Interconnect などを利用した、えー、専用線の用意をえ想定しておりました 続いてデータ移行の検検証証を紹介ししますす実施した理由は2点です1つ目は本番環境で動いているデータ量を問題なく移すことができるかの検証が必要だったため2つ目はサービス無停止でのデータ移行切り替えが必要だったのですがその場合の手順が複雑であったため事前確認をしたしたいという点になります。 弊社では保守作業としてデータベースのバージョンアップ対応を行うようなことはあったのですが完全に異なるデータベースシステムへの移行さらに無停止での実施というのは前例がありませんでしたそのため今回のサービス無停止での移行というのはチャレンジングな要件でしたデータ移行の検証は Google クラウドの公式ガイドをもとに実施しました 無停止での切り替えを行うためにストレージによるあすいませんストリームによるリアルタイムでのデータ更新バッチ処理による既存データの取り込みという2つの手段を組み合わせて移行する方針をとりましたえ簡単に説明しますとダイナモ DB の特定時点のダンプデータを取りそれとあとそのダンプを開始したタイミング以降の変更データを取ってその2つに分けてスパナーへ投入するという形になります こちらの手順が特徴的であったため、以降のスライドで詳細に解説いたします。はいえー、とまずは1番の DynamoDB の変更イベントの取得です。えー、とまず、ここの EC2 から DynamoDB へ書き込みがされている状態です。でここで DynamoDB の変更イベントをトリガーとしたラムダを起動します。これは DynamoDB ストリーム という AWS の標準機能でどのレコードにどのような更新が入ったかという情報がえと渡されますはい、ラムダではこの変更イベントのデータを一部変換しましてえクラウドパブサブへ転送しますこれによって DynamoDB に変更がかかった場合えパブサブへ変更イベントとしてえーとデータが蓄積されることとなります はいえ続いて2番のダイナモ DB レコードのダンプです。こちらの1番のえとラムダのインボークですね、そちらのえ開,始と開始後すぐ,ですねすぐにダイナモ DB レコードのダンプを開始します。このダンプの機能も AWS で標準的にえ提供されており、ダイナモ DB のレコードは GZIP 形式のファイルとして S3 へ格納されます。 これを、えー、Google ストレージトランスファーサービスを経由して、えー、Google クラウドストレージへ移動しますでこれにより GCS へエクスポートデータが格納され、えー、Google クラウド側に移行に必要なデータの準備が、えー、完了となります、はいえー、続いて3番のデータをスパナーへインポートする手順です えっとまずはダンプしたデータをデータフローを介しましてスパナーへインポートします当然ではありますがダイナモ DB とスパナーのデータ構造は異なっておりますのでデータフロージョブの中で変換をかけてインポートする形となりますこのダンプ,のダンプデータの完了後パブサブに蓄積された変更イベントからスパナーへの変更をインポートします こちらもデーーータフロージョブをを挟み変換をかけてインポートすする形となりますこれらの操作によりスパナーの方へ特定時点のダイナモ DB のデータとそれ以降の更新データが入ることとなります。従いましてダイナモ DB に書き込まれたデータがリアルタイムでスパナーへ書き込まれることとなりダイナモ DB とスパナーが同期する形となります。 はい、でそして最後に書き込みを E C 2から直接スパナーに変更することで移行が完了します。まあここから E C 2からダイナモに書き込んでたのを直接こっちからここに書き込むという形になります。はい、技術検証の結果です。紹介しました手法で課題が解消し移行が問題なく実施できると判断しました。 データ量に関する懸念もあったのですがテラバイトオーダーのデータが数時間で移行できるということが分かり問題ないとの結論になりました所管ですがデータ移行の手順は複雑ではあったのですがガイドが非常に分かりやすく助けられました移行を実施する上でラムダやデータフローのコードを準備する必要があったのですがガイド内にサンプルが用意されており非常に参考になりました スパナーのスキーマ定義に合わせた手直しレベルで動かすことができデータフロージョブの作成データフロージョブを作成するコードの実装経験がなかった私でも短時間で開始することができましたただ n o s QL からの移行となるためリレーショナルデータベース同士の移行に比べるとどうしても手順が複雑になってしまうと感じましたやはりこれはデータベースのデータ構造の違いが 大きい大きく変換処理が必要であるというのが大きな要因となりますはい、POC に関しては以上で次スライドからは実際の移行プロジェクトの実行の流れとその成果を紹介します実行のスケジュールです POC 完了直後から機能回収を実施して6月に回収が完了しました また移行を開始しました、まあ、こちらは後ほど詳細に説明しますが移行はクライアントごとに実施しています、まあ、現在30%ほどが完了しており継続して移行を進めている状況です最終的な移行完了見込みは今年度末となっています 完了見込みが少し先になってしまっている要因なのですが一部弊社でオプションで提供している機能でダイナモ DB の方に依存がありこれを契約しているクライアントが移行できないという状況になっていますこの制約を解消するためにこのオプション機能というものの回収を計画していますはい機能回収の取り組みを紹介します POC で実施した内容を参考に 行動データ処理機能の改修及びスムーズなデータ移行のためのスクリプト化を実施しました、まあ、特にデータ移行の方は1つのアンケサービスをああすいません1つのクライアントを移行するのにコマンドが20ほど必要な複雑な手順であったため簡略化やオペレーションミスを防ぐためのスクリプト化を行いました、まあ、いずれも検証段階で本番環境の動作を意識した実装や手順の検討ができていたため えー、に比べるるとと短時間でで開発を完了することができました、えー、移行の計画です移行は、えー、一気に実施はせずクライアントごとに順次行い、えー、リリース後に状況の監視を行うことでリスクの低減を行いましたまた、えー、といざとなった場合には切り戻しができるよう、えー、ダイナモ DB とスパナー両方へ書き込みをするフェーズを入れるという工夫を 行いましたはい、えー、成果でです、えー、移行の大きな目的であったインフラコストの削減に関しては DB 関連利あデータベース関連コストのおよそ45%の削減に成功しましたこちらはの移行完了後にまだ確定した請求がないため推定値として算出した値とはなりますまた、えー、メンテナンスコストの低減に関しては、えー、SQL を利用ーした 効率的な調査が可能となり達成することができました弊社では日常的にビッグクエリーの方を利用していたためそちらと近い UI で操作を行うことができ非常に使いやすいなと感じましたはい最後にまとめと今後の展望となりますまとめです スパナーへ移行することによりインフラコストの大幅な削減を達成することができました特にスプロケットのようなダイナモ DB への読み込み書き込みデータ量が多いケースではスパナーへの移行が有効的であることが分かりましたスパナーは SQL の利用やビッグクエリとの連携など機能面でも魅力的な点が多いです本日の基調講演でも紹介がありましたが生成 AI 関連の機能などアップデートも多いため 今後のさらなる活用を検討していきたいと考えておりますデータの移行に関してはサービス無停止で実施することができました今後の展望ですまずは全クライアントの移行完了を目指したいと思いますそして周辺リソースの Google クラウド移行も検討していきたいです先ほどアーキテクチャ図をお見せしたのですが スパナー以外の部分は AWS で動いているリソースも多いためシンプルな構成での実現を目標にしたいと思っています。またビッグクエリとの連携強化も目標としたいと思いますあ。すみませんビッグクエリとの連携強化も将来的に行っていきたいと思います。連携クエリというビッグクエリから直接スパナーのデータセットを呼ぶという機能もあるのでまあそちらを試すなど 今後も活用を図っていきたいと思います。はい、発表は以上となりますが、最後にアスクザスピーカーの紹介です。こちらの2つ隣の部屋で実施いたします。私とあとともにプロジェクトを進行した弊社 CTO 中田の2名で対応させていただきます。ぜひ直接質問などお寄せください。またアンケートへのご協力もお願いします。 はい、以上となります。ご静聴ありがとうございました。